それでは前回中断したところから再開します。私が遊んでいる間に大規模なアップデートがありまして、特にマップ機能が強化されました。ステージ内の詳細なマップが表示されるようになり、現在地や目的地の確認が容易になりました。アンドさん、こちらへ。ええ、人間の衣を脱ぎ捨てて、ええ、アンドさんの体にはたくさんの傷跡がある。傷跡？私、知らない。うん、忘れたならそれでいい。こんなに美しい肉体なのに、過去の思念の烙印があまりにも多い。それはアンドさんを深い苦痛に陥らせるだけ。死ね。深い苦痛？肉体は記憶する。世俗的で、不潔で。悲しく、罪悪に満ちたもの。そして、あらゆる反応。しかし、肉体を下流に捧げることで、あなたは新たなアンドに生まれ変わることができる。新たな私。そう。憂いを解き、反応を除き、忘却もなく、苦痛もなく、振り返ることなく。そして、二度と悲しみのない生命の終点を迎え、下流の水を飲めば、エロに、すべてが終わる。何かがシャマの服の上に落ちてきた。何か落ちてきた。これは？このブローチは、さっきあの鳩が加えてきたもの。見覚えがある。どこかで見たような。ママ。シャマ、大きくなったわね。ママがブローチをつけてあげる。それを持って、西へ。シャマ。これは、ママのブローチ。アンドさん。ママがこれを、私に。あなたには不要なものが多すぎる。不要なもの？どうして？
理由は聞かなくていい。さあ、それを僕に預かっておくから。ごめんなさい、エロニ。俺は渡せない。私の過去。思い出してきたわ。アンドさん。これはママが残してくれた大切なもの。あなたたちは？さっきのおちびちゃん？こっちへ行けばいいの？よし、一緒に来て。アンド、許さない。お前は俺たちのもの。ここから出る。幽霊たちから強烈な敵意を感じる。今のところ霊体の敵には勝てないそうです。目的地がここ。現在いるマップではありませんね。なるほど。この敵にはダメージを与えられないんですね。なんとなく進んでますが、
こっちで合っているのかどうか。こっちの道はこれ以上無理。行き止まりだそうです。ここから出られない。誰も彼から逃れられない。戻れ戻れ。何もかもあれで何も起こらなかったかのように記憶にはない。ショップの人に話しかけてみます。どこへ行く？ここはあなたが来るべき場所ではない。特に変化なかったです。回復アイテムをできるだけ所有しておきたいんですが、あまり売っているものがないです。そういえば、セーブしておいた方がいいですね。私はシャマ。思い出したんでしょうか。
おや、これも敵なんですね。こちらは最初にいたところですね。一周して戻ってきてしまったような。他にまだ行っていないところがあるとすると、こういう時にマップですね。動きが遅くなるのが非常に面倒ですね。
固い敵がいますね。レベルが上がったので今はそうでもないかも。状態異常攻撃が今のところは非常に厄介ですね。ミミックでした。しまった。用水道売っているものは変わったでしょうか。虹草を買いたいんですが、売っていないですね。こういうダンジョンでこそ必要だと思うのに。
おや。上に何かあるでしょうか。ないですね。結構長いマップですね。何か料理を食べてもいいですね。ここ、悪い予感がする。空気中に漂う腐敗臭と緊張感。ボスが出るということかも。上に何かあるでしょうか。特にないですね。下に何かいますね。これは背景のようですね。しかし放っておくとどんどん沈んでいきますね。ちょっと見づらいですね。
あれもミミックですね。どう当てればいいのか。お願い、教えて。どうすればここから出られるの？あなたはあの人たちとは違うんでしょ？どうして何も言ってくれないの？この人は何者なんでしょうね？この人もずっとここにいるんでしょうか。幽霊なのになぜか商売をしていますし、お金なんて持っていてもしょうがないのに。この腐敗臭は息ができなくなりそう。ここは見るからにまるで地獄みたい。ウジ虫みたいなモンスターが群れをなして洞穴の底でうごめきながら紫の妖水に体を浸している。ゲイユって浮かしたあの醜いハムシのこと？もしかしてここが彼らが言っていたゲイユに肉体を捧げる場所？私たちに選択肢はない。ここを通り抜けないとエロニに追いつかれてしまう。お姉ちゃん、僕たちと一緒に残って行かないで。僕たちは家族なんだから。あなたたちは私の家族なんかじゃない。私はあなたたちを理解できない。そしてあなたたちも私を理解することはできない。アンドさんがここへ来たのは新たな自分に生まれ変わるためじゃないの？いえ、たまたま迷い込んだだけだったような。生まれ変わる、そんな言葉で私を騙さないで。生まれ変わる必要なんてない。私は私。ゲユ、アンドさんの肉体をお前たちに捧げる。そうすればアンドさんの霊魂は永遠にここに留まることができる。
ボスの弱点属性を調べないと。燃焼効果が効きそうな感じですが、虫なので。やはりまずい。回復しないと。倒したんでしょうか。よかった。離せ離せ。もしかして私死んじゃうの？え、勝ったのに。まずいですね。急に頭がクラクラしてきた。大丈夫。さっき転げ落ちた時、突然記憶が戻ってきた。あなたたちは確かググとビビ。ごめんね。あなたたち、私のためにこんな危険な目に遭ってるのに。今まで忘れてたなんて。えぐり抜かれた記憶、全部思い出すことができたのかな。アンド、本当に僕たちから逃げられると思っているの？記憶の苦痛に沈めたら目を覚ましてくれるかな。第5話、記憶の傷跡。司祭の七聖女が前、集い。魂が祈りの舞を持って読めません。月食が訪れるとき、聖女が血を捧げるとき、鋭い刃がシガラスの翼を解き放ち、これは、イキチが英霊の渇きを癒す。話してどうなったんでしょうか。髪
神々に憐れみをこい、霊たちによる魂の浄化を受ける。あなた、一体何がしたいの？アンド、お姉ちゃんの体の傷跡、見たことあるんだ。え。お姉ちゃんも同じ傷跡のある奴らと同じ。英木の心を取りに来たんでしょう。英木の心とは何でしょうか。それは一体。誤解よ。私は全く何も知らない。なるほど。エロにはシャマが何かを奪いに来たと思い込んでいるんですね。本当に？うん。お姉ちゃんは恐れている。下牛の水を飲んだら、お姉ちゃんの話を全部信じたい。そして、お姉ちゃんの過去にも干渉しない。そして、僕たちと永遠に。私を生かせて、お願い。私は、まだ死ねないの。世の中には苦しみしかないのに。どうして生きることに固執する？私、ママと約束したの。しっかり生きて、そしてママに会うって。約束？約束なんてただの嘘だ。どうしてそんなこと言うの？なぜなら、お姉ちゃんはこの世界の真実を知らないから。生きているときは神々の駒、死んだら神に捨てられ、奈落の底に落ち、どかす。凡人は自分の運命を切り開くことなどできない。神はずっと目を見開き、か弱いお姉ちゃんが罰を受けるのを見届ける。でしょう。飲んで、アンド。そしたら、お姉ちゃんの魂を束縛する。読めませんでした。人々、神々。お姉ちゃんの運命の足かせになることはない。誰だ？シャマは周りの空気が凍結していくような錯覚を覚えた。どうして突然すべて止まった？溶けた。誰か助けに来てくれたんでしょうか。しかしこんなところまで来れる人がいるんでしょうか。あそこに誰かいるみたい。ググ。私を見つけてくれたのね。
え？服？ググ、ついてこいってこと。わかった。一緒に行く。アンドの他に、この忘却の地に侵入した奴がいる。アンドを連れ戻せ。だいぶ走ったけど、この道には出口がないのかしら。何かに絡まっちゃったみたい。ビビ。大丈夫？ごめんね。心配かけちゃったわね。アンド、ここにいた。やばい、奴らが来た。行かないで。早く、ここから離れよう。倒せない敵がどんどん来ますね。そしてこんな時でも地面を漁る。落ちたらダメでした。どういうこと？幽霊が消えた。また、この鈴の音。前から聞こえてくる。私を呼んでいるの。風鈴の音の正体を探せ。味方だといいんですが、
風鈴の音はここから聞こえてる。どうしてこんなところに羊飼いの杖が。前は待って、もう二度と別れたくない。泣かないでシャマ、生き抜くのよ。私の奴隷になれ。食事と住居は与えてやる。お前の人生と引き換えにな。どうだ。カフの団長、こいつ女ですぞ。さっき、なぜかわからないけど、突然頭の中に過去の記憶が蘇ってきた。さっきまでと違う場所。ググ、ビビ。私たち逃げられたのかな。それともただの錯覚。まさかまたエロニの結界に迷い込んだ。この壁に刻まれているのは黒い渦。悪魔の目玉みたい。中央にある七つの印は、七大集落を指している。それとも、これは、ゲユ、まずい。早く逃げないと。閉ざされた街道に侵入しろ。これですか。なるほど。一度落ちると復帰するのが面倒なんですね。
温泉がありますね。そしてショップも。話しかける。何も変わりません。少し強い武器を売っていますね。なぜか二軸草を売ってくれなくなりましたね。セーブポイントはなかったでしょうか？ないですね。四方の壁には古い壁画が描かれている。壁画が描いているものとは一体？壁画を調べよう。これですか？人魚が角笛を吹いてる。団長がかつてこの古い海の伝説を語ってくれた。他にもあるでしょうか？とても痛そう。体中に矢が突き刺さり、7つの在根が残って。生贄の儀式について描かれた壁画のようです。どこへ逃げるつもりだ。リング、お願い、見逃して。私、ここに来るべきじゃなかった。あなたたちの邪魔しちゃった。見知らぬ孤独な魂がお前と共にやってきて、暴虐の地に災いをもたらす。誤解、私は何も知らない。見ての通り、私の他には2匹の鳥しかいないわ。残留した気配が食材魔を呼び寄せ、我らは消される。黒い霧が晴れた。どうやってこの正気を消滅させた？乱事は一体何をした？わかんないよ。行こう、早く。逃げればいいんでしょうか？
長期が消えた。結界も消えてしまうだろう。イングが料理を食べた方がいいかも。彼に有効な攻撃はあるでしょうか。切り裂き効果、とても効きそうにないですが、やはり明治の布石をつけて腐食効果、これが効くでしょうか。全然効いていないですね。猛毒効果、幽霊に効くとは思えませんが、また料理を食べないと。霧が晴れた。
下に宝箱がありますね。ここからは行けないようです。どうやって行くんでしょう。行けないですね。遠回りしないと。なるほど、スライディングで良かったんですね。ここはうまく滑れませんね。まずい。かくれんぼ、そんなのんきなものでもないような。この壁画は聖女と死神を描いてる。同じ旧姓の王冠をかぶってる。なのに、その手には、違う知性の剣杖が。誰？シャマ。その声は、私と一緒に、双子の聖女の物語を演じたこと、覚えてる。一人は、裏若き美貌の天使。もう一人はおぞましいほど醜い鱗姿。要望は天と地ほども差があるけれど、彼女たちの心はしっかりと結ばれていた。互いに離れることはできず。戻ってこい、シャマ。カフの団長。どこへも行かないで。また一緒に劇団の日々に戻るのよ。孤独でいることがお前の望みなのか。カフの団長、私は以前のように食事と住居を与えよう。お前の人生と引き換えに。これは現実じゃない。あなたたちはこの世にいないんだから。シャマ、約束したじゃないか。何でもすると言ったぞ。もう喋らないで。あなたは団長なんかじゃない。一緒に行くって言ったわよ。彼らはあなたを選んだ。
でも私はもうそうない。それとも私を騙すためだったの、シャマ。あの日の取引の約束、真偽成立の原則を忘れたわけではあるまいな。ゲユーたちを倒せ。有効な攻撃ではないですね。切り裂き効果。効果なかったようです。もう料理がなくなってきましたね。一応倒しました。誰も代わりになることなんてできない。カフの団長ミア、安心して。シャマは約束を忘れたことはない。海の水獣、これは
ナインヘッド、サウダーシュ、あの好き名前。ここにも壁画があるんですね。大地は崩壊し、地面は天空と化し、これは末日の光景。金庫からの逃亡。鳥の群れ、地上には救いを求める哀れな人々。この鳥たちは天の神かしら。下に何かあるでしょうか。なさそうですね。料理したいですね。アンドレイクのダガー、どんな武器でしょう。おや、行き止まりのようです。温泉。ショップはないんですね。ショップがありました。会話の内容は変わらないですね。
まずい。急ぎすぎましたね。もう一度。ここはどうやって行くんでしょう。これは今までにないマップですね。急いで登らないと。あのトゲは大ダメージなんですね。敵に構っている暇がないですね。ここにスイッチがある。セーブポイントですね。まだまだダンジョンが続きそうなので、ここで一度中断します。